皆さんこんにちは、 WWD ジャパンの村上です。いよいよ始まりました楽天ファッションウィーク東京でございます。今はですね、メイン会場の渋谷ヒカリエの11階に来ていて、これから小会場は9階なのでエスカレーターでみんな下に降りてショーの方に行きたいと思います。ではでは。ということでですね、早速メイン会場の9階の方に着きまして、あの辺がなんかこうセレブの人たちが撮影するパネルな感じになってございます。では早速お二人捕まえましたので、ちょっとですね、はい、お話聞いてみたいと思います。小木です。はい、あ、マスです。はい、今日お二人は今かなこ堺のショーに来ておりますけれども、楽しみ、どんな点楽しみか、ちょっとぜひ一言だけお願いできますか。僕はちょっと、はい、本人デザインの本人は知ってるんですけど、うん、あのショーとかちょっと全く見たことないので、あの予備知識なしで来てます。はい、アワードに応募してくださったので、うん、あのそれも兼ねてちょっと見に来てます。はい、ぜひ日本のこの産地の技術を継承した、はい、コレクションをみんなで楽しみたいと思います。ではでは。取材を担当しております箕島記者にですね、かなこ堺の見どころの方を、はい、ぜひ聞きたいなと思いますが、日本の素材とか工場とかと、工場とあとすごい連携しながら独自の生地を作って、それをエッジな、なんかバランスと掛け合わせるというのがすごく得意なブランドだと個人的に思ってて、でブランド初のショーなので、多分ショーピースとかもいろいろ仕込んでるのかなと思って、いつもよりちょっとなんかよりアクセルを付加したものを見られるかなと個人的に期待してます。デビューはしてそんなに長い時間経ってないとは思うんですけど、あの審査会の時に僕らとかと、まあ、審査員みんなでこう本当にすごい協議して決めたんですけど、やっぱり独特のセンス、テキスタイルもそうなんですけど、やっぱり彼女自身がの魅力もしっかり伝わるし、よく若手ブランドって言って一発ショーやって次なくなっちゃうとか、ちょっとネタ切れしちゃうとか、まあ、金銭面もそうだと思うんですけど、そういうのも踏まえて、僕も出だしそんな感じだったんで、なんか本当に最初の頃の自分見てるぐらいの感じで、でも次も絶対もうかましてくれるだろうなと思ってるんで、そのスキルが彼女には、間違いなくあるかなっていうのが、まあ、僕ら審査員の意見が結構満場一致で決まった感じですね。だから今日のショーも楽しみだし、多分次回も決めてくれると思うし、すごい楽しみです今だから。はい、亀井さん、どんな点楽しみにしてらっしゃいますか。そうですね、かなこさんは実はもうファーストシーズン日本で展示が始めた時から買い付けたブランドだったり、すごく思い入れがあります。やっぱ素材だったり、まあ、特にその作り手のことをすごく考えながらクリエーションされているので、そのあたりのマテリアルも含めてどう表現されるかがすごく楽しみです。ありがとうございます。神谷さんでした。ファッションジャーナリストの徳永さんです。徳永さん、楽天ファッションウィーク東京始まりますが、どうですか。緊張します。なんか緊張します。いや、なんか初めましてのブランドが多いんで、ちょっとそういう意味で言うと、どういうライティングにしようかっていうのはちょっと今困りながらもワクワクもあってそう、ちょっとすみません、そういう言い方じゃなくて、じゃこの1週間は、はい、楽しみにしつつ、いろいろ考えつつ、あ、そうですね、それですね。了解しました。楽しみましょう、一緒に。ありがとうございます。徳永さんでした。よろしくお願いします。お世話になります。こちらの方、はい、ほら真っ暗。あ、こんにちは。ではでは。では取材してまいります。ショーのテーマはちょっと面白いんですけど、ようこそがショーのテーマで、ショーをやる意味を考えた時に、今までそのルックブックでしかあの自分たちの世界観を伝えられてなかったところがすごいあるので、もっと本当にショー全体を通して自分たちはどういう人間で何を考えてて、どういうものに価値を置いていてとか、なんかそのブランドのアティチュードを出せる、なんか皆さんに感じてもらえるようなショーにしたいなと思って、まあ、なんかメンバー紹介の意味も兼ねてようこそで、自分たちのブランドのそのさっき言った態度とかも含めてようこそ。螺鈿細工、実は貝殻でできていて、京都のタミヤ螺鈿さんっていう、なんかあの貝殻ですね、こう薄
く削り出してそれを白状にしてシャラシャラしてたのが貝を切った状態で、それを糸として横糸に使ったのがその最後のルック。ゴールドとかシルバーのブーツにはちょっとふざけてるんですけど、北斎とかあの鶴が刺繍されていて、旅行行った時にあのお土産屋さんっていうか、もうなんかようこそっていう時に分かりやすいなんかのいっぱいあるじゃないですか。なんかそのそれようこそかけてその感じで、ちょっと見えなかったと思うんですけど、そのツーピースが結構メインというかで作りました。とても素敵なショーだったと思います。あのやっぱり花子堺というと、その日本の産地とこう結びついたこうクラフト感みたいなのが一つのこうアイデンティティというか魅力だと思うんですけど、ともするとそういうこうなんていうのかな、クリエーションってほっこり系になっちゃうところなんですけど、そうじゃなくてもうある意味エッジっていうふうにも言えるぐらい、すごくこう今っぽいあのテイストに仕上げていて、それこそがやっぱりその日本の伝統的な産業とか技術みたいなものを本当に未来につないでいくみたいなことなのかなっていうのをちょっとショーを見ていてすごく感じました。あと良かったのは、そんなに上手じゃないハンドグラフィティみたいな、星の刺繍とか、あのグラフィティの、アイテムが2点ぐらい出たんですけど、あれなんかは逆に、なんだろう、かなこさんのちょっと人柄の良さみたいなところも表現されていて、エッジなところと、でも、なんか本人の温かみ、ぬくもりみたいなところが、ちょっと垣間見えるような、すごく素敵なコレクションだったと思います。すごい素敵でした。かなこさんの、素材の表情の豊かな感じとか、テーラリングとか、キラキラした華やかさとか、いろんなあとものづくりの素材のこだわりとかこうギュッと詰まった感じで、すごくエレガントな、ね、でもなんかここほらその産地へのこだわりとかもありつつですけど、色とかはねすごくこう攻めた感じで勢いもあってってい う, こう温かみだけじゃないような魅力みたいなのがありましたよね。そうですね、あの本当にクリエーションみたいなところの華やかさとか、ファッションの楽しさとか、エネルギッシュな部分もすごく出てたので素敵でしたね。はい、春の部村田のコレクションですけれど、場所は、法隆寺宝物館、この水辺のこう静かなですね、凛とした空間っていうところで、きっと春の部村田のですね、こうシャープなカッティングであったりとか、ドレープの効いたエレガンスなんかがすごくこう引き立つですね、空間かなというふうに思っております。ではまた水島記者に春の部村田とはどういうブランドなのかについて教えていただきたいと思います。ジルサンダー出身の村田さんという男性のデザイナーがやってるウィメンズのブランドなんですけど、国内のウィメンズブランドで珍しいというか、本当に直球のエレガンス、見たら分かるなんか上質なエレガンスっていうのをトーコレでやってて、他にあんまりないので見るとクッと締まるというか、あのこの上のまで来た甲斐があるっていう、来た甲斐があるようなブランドだなと思います。じゃあ郡司さんいらっしゃったので、どんなところ楽しみなのかぜひ伺いたいと思います。いや、もう春の部さんすごい勢いがあって、すごい私の周りでも結構上の世代でもなんか新しいあのラグジュアリーなエレガンスっていうのが出てきていて、でだから時代性があって、だから誰にでも似合うんですよ。私この秋冬もすごい買っちゃって、なんでそういう誰でも似合う、ちゃんとこうマーケット向きでありながらモード感がある、でそういうものの次のなんか世界を見せてもらえるかなと思って、すごい楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。スリマーロンズっていう写真家と、あとまあルカ・グアナニーノっていう映画監督が一番大きなインスピレーションになっていたんですけど、あの写真の中にあるエレガンスの要素だったりとか、まあ、映画の中に出てくるその軽やかなエレガンスの、あの構成している要素みたいなところを分解していって、まあ、それってどういうところからこの要素が引き出されてくるのかなっていうところを、まあ、研究をしていって、まあ、今期のコレクションが出来上がったっていう風な形です。今期特にそのカラーパレットを、まあ今までブランドとしてはかなりそのニュートラルな色彩で、あまりこういうまあ鮮やかなブルーだったりとか、まあオレンジのグラデーションみたいなところはあまりやってこなかったところだったんですけど、まあ今期の雰囲気を表現する上で、まあなんか時間の移り変わりだったりとか、本当にもうプールサイドでリラックスしている時に空の色が移り変わっていく様子みたいなところを想像しながら作っていく上で、このカラーパレットは絶対に必須だったので、まあそういったものを今期は取り入れてみたので、そういったところが一番ポイントかなというふうに思います。
まあ、竹館みたいなところでもかなりミニのドレスみたいなところは本当に今まで全くやったことがなかったんですけど、本当にもうハーフパンツとミニドレスと本当にもうなんかそのチュニックのトップスみたいなところでやっていくっていうところで、あのそこのスタイリングの軽さみたいなところはあの表現していけたらなというふうに思っていたんですけど、まあ、それがカジュアルになりすぎないで、あくまでこの大人のためのワードローブっていうところはブランドとして一番大事にしているところなので、あの、まあ、しっかりとしたエレガンスみたいなところを表現しつつ、その軽さみたいなところを表現しようとしていたのが今期の一番大きなポイントになっています。はい、とってもこのなんだろう凛とした、あのちょっとこう縦のラインが印象的な無機質な空間なんですけど、現れたコレクションはとってもやっぱり布のこう使い方が上手で、本当にあのシャーリングがこう自分でスタイリングでできるかどうかわからないけど、本当に綺麗にこうドレープが寄ってるシャツドレスであるとか、こうテントラインでしかもカラーグラデーションがとっても美しいドレスとか、あのすごくこう気軽に着れそうだけど、一度着るとすごくドラマティックなムードっていうのが醸し出せるようなアイテムがとっても素敵だったなというふうに思います。あと個人的には多分パイルだと思うんですけど、タオル地を使っての結構ボーイフレンドシルエットのシャツとか、本当にハイゲージのニットで作った市松模様の、まあ、ドレスとかカーディガンとか、本当にこうこんな暑い夏でも爽やかにこう楽しめそうなアイテムがすごく印象的でした。さあ、ここはですね、国立競技場のここはどこですか、駐車場みたいなところですか。駐車場みたいなところに特設の空間がありまして、後ろにご覧ください、もう神谷、分かりやすく神谷っていうふうに書いてあって、神谷さんのブランドになったよっていう、はい、ファッションショーが今から始まります。今からですね、ファッションショーします神谷のですね、師匠ですか、はい、はい、の三原さんに来ていただきまして、よろしくお願いしますイエーイ、三原です神谷さん、どんなところが才能がある？やっぱ謙虚なところ、うん、最初はそれいや、謙虚さと素直さ、うん、と、うん、やっぱりファッションが好きだっていうところかな、うん、なるほど。どうしてもうほら任せて神谷さんに任せてるのか、さらにはもうブランド名 もうデザイナーの名前にして、もうほぼほぼブランド託したみたいな感じですけど、そのあたりはどうしてなんですか？やっぱりデザイナーでやりながら、やっぱ企業デザイナーみたいになんかやり続けるっていうのが、やっぱりファッションやっててもなんか僕ね、ほらうちのブランドって名前ほら使ってるじゃん、やへんよってで、やっぱり違和感があるんだよね。だから本人の名前でしっかりやらせる方が、責任も、あとはやっぱり自分の生き方にもしっかり自信持てるじゃん、なるほど。なんかやっぱりデザイナーがコロコロ変わってるような感じに思われてもやっぱり嫌じゃない。なるほどね。作ってるあのとやっぱり逆に神谷君のファンみたいなのがこれからどんどん生まれてほしい、それを裏切れなくもなるじゃない、最後にやっぱり言いたいのは本人の努力があったと思うので、僕らはみんな彼の努力に感服しております。なるほど、分かりました。じゃあその努力の成果をあのちゃんと拝見したいと思います。大陸のデザイナーさんです、よろしくお願いします。どうですか神谷、どんなところ楽しみで？そうですね、でも僕も10年前から友達なんで、初めてですよ、どういう演出でっていうのが一番、その合わせてみるのがめちゃくちゃ楽しみです。どんな人ですか神谷さん？すっごい、なんて言ってないですかねもうお互いこういろんな相談し合える仲みたいな感じなんで、なんか僕にすごいなんていうんですかね、なんかお兄ちゃんと弟みたいな関係ですね結構、はい。どっちがお兄ちゃん？向こうがお兄ちゃんかも、年齢は僕上なんですけど、はい、そうです。見た目的にはジーコの方が、ジーコって呼んでるんですけど、なんか上っぽい感じです。なるほど、了解しました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。一緒にじゃあ楽しみましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕自身もこう洋服自体が結構破壊的なものだったりダメージが多いので、まあ、そこの意味も込めた部分で一回自分のロゴを自分で破壊して、そういった部分で初っ端のつかみをまず掴んでから、まあ、中盤でしっかり引き込ませる、
まあ、ショーで一番大事にしたかったのがその自分の熱量であったりお客見てもらってる人の熱量であったりとかファッションに対する熱量と、まあ、来てもらった人が何を感じるかなんかでは明日から頑張んなきゃなとか刺激を与えられるようなショーにしたいなと思ったのでなんかあのようなこうド派手な演出をしたりとかっていうことになりました。テーマ自体はその今回ナッシング・フロム・ナッシングっていうあのビリー・プレストンという方のまあ楽曲からタイトルからちょっとあのいただいたんですけどシンプルに意味がまあ何もないところから何も生まれないっていうことなのでまあ洋服作りでいくとまあよりこう自分のルーツをしっかり深掘り自分でした上でちょっとトレンドっぽいこともあるとは思うんですけどなんかそんな中でこうじゃあただ破壊するだけでボロボロでダメージでエイジングかけてとかヴィンテージっぽくするだけじゃなくなんか絶妙なラインもちょっと残しながらこれは控えめにしつつけどこれは僕はもっとボロボロに着たいっていうのを塩梅は取ったりしてやってたんですけどまあでもその中で新しい挑戦としてはナイロン系のまあ、化繊の混紡素材とかを、まあ、あの特殊な染め方で染めたりとか全体的には加工はしっかりふんだんに自分の得意な部分であったりとか逆に加工で見せるデザインみたいなところにも落とし込んだりとかはしました。メティコどんなところが魅力のブランドだと思いますか？やっぱり女性のボディラインをすごい綺麗に見せてくれるので着ていてすごく自信になるしピシッと姿勢正して着ちゃうようなイメージですかね。はい、ありがとうございます。じゃあポップアップも楽しみにしているので、はい、今日は一緒にショーを楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではじゃあリステアの柴田さんにお会いしたのでお話聞いてみたいと思います。柴田さんよろしくお願いします。フェティコどうですか？どんなブランドでこんなところ楽しみにしてますみたいな、はい、東京の中では一番その女性のセクシーさを前に出してあの新しいジャンルに挑戦しているのでまたどんなものを見せてくれるかすごくワクワクしてます。ディステアでも扱って3シーズン目、うん、あのすごく好調で、うん、なんか今日もたくさん着てる人見かけるんですけどシグネチャーのボディースーツもうあのだいぶソールドアウトになってます今シーズンも。ありがとうございました。クツナさんお会いしたのでお話伺いたいと思います。クツナさんじゃあ今日のフェティコどんなところ楽しみにされてらっしゃいますか？今日私このブランドさん結構割と追っててファンだったので今日初めてちゃんと生でショーを見るのですごい空気感とか全部なんかどんな感じ演出とかすごい楽しみにしてます。ありがとうございます。ではと今回のコレクションのテーマは Do Not Disturb で、あのよくホテルのドアノブにかける札に書かれているワードなんですけどメッセージとしては自由に生きようとしている女性たちの邪魔をしないでっていうメッセージを込めてます。今回ザ・ホテルっていう写真集もすごくインスピレーションの一つになっていてその中でスリップドレスが脱ぎ捨てられてたりとかっていうところもインスピレーションになっててベッドリネンとかカーテンとかのドレープ感だったりとかも結構イメージしていてそれで結構あのドレープが綺麗なピースを作ろうっていうところであのファーストルックになりました。形的にはちょっとパジャマをイメージして作っていて柄はそのザ・ホテルっていう写真集から壁紙の花柄をピックアップしてちょっとそれをテキスタイルに起こしています。一番オマージュしているルックがちょっと黒いショート丈のトップスニットに白いシアのエプロン風のミニワンピースを合わせてるんですけどそれは結構彼女のステージ衣装をオマージュしたルックになってます。バッグは壁紙っぽさだったりとかオリエンタルっぽさを感じるようなちょっとクラシカルなバラの柄をエナメルの生地にエンボスしている生地を使っていてそれでちょっとクラッチっぽく持ってた生口のバッグとトートバッグを2型作っていてでサングラスは今回初めての試みなんですけどブランさんとコラボレーションでちょっと90年代風のシャープめなキャットアイ風のサングラスを作っています。
はい、ということでフェティコのショーが終わりましたが、率直に言ってすごくバリエーションがですね増えた印象があります。これまでだとやっぱり下着にインスパイアードされたこうボディーコンシャスなボディースーツのイメージがすごく強かったですけど、ちょっとこうデニムみたいなカジュアルなアイテムから、すごくあと可能性を感じたのは様々なドレスですね。スリップドレスみたいな、これまでのと同じような下着インスパイアードのものもあれば、本当にこうパーティーシーンで着られるようなドレスまで、マクラメ織りからフリルからラッフルからいろんなこうディテールであったり素材を使ってのバリエーションの広がり、でもやっぱりこうフェティコらしいこう肌もちゃんと堂々と見せるし、それを厭わない強さみたいなものと官能性みたいなものがちゃんと両立していて、とっても素敵なコレクションでした。チャララジマさんいらっしゃいました。よろしくお願いします。はい、どうですかフェティコのショー。めっちゃ黒いイメージがあったんですけど、うん、今回初めて色味とか入れてきてて、でしかもなんか結構私が好きな色味のこれか、うん、確かに爪っぽい色とかあって結構響いちゃいました、うんうんね、すごい。なんかしかもバリエーションもこうたくさんね、うん、デニムからちょっとこうドレッシーなものから、うん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 、たくさん増えて、本当になんかたくさん似合いそうな洋服いっぱい。そうなんですよ、うん、今までは結構ワンピース、うん、なんだろうな一長羅みたいな感じだったんですけど、うん、そうじゃない分割して、うん、結構ブラだけとかで着れそうだなと思って、結構欲しいのめっちゃちゃっちゃ撮ってました。じゃあぜひこの後もチェックしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマはワンダフルワンダー、直訳すると素敵な散歩なんですけど、散歩が素敵だっていうことを言いたいわけじゃなくて、やっぱそれを起点とした情景を皆さんと共有していいなって思ってもらいたいっていうのがあったので、すっごいもうロマンチスト 120% だし月が綺麗ですねって和訳しました。僕が歩いて考えてたことや見たものごとを絵に起こして、でそこからその人たちが着てた服、まあ、まあ服もそうですけど、それを柄にしたりっていうので作ってあげたコレクションっていう感じです。幻想的なものを考えてるっていう感覚はやっぱなくて、昔は結構自分の中で当たり前の作業というか、パッと人を見てその奥を見たいというか、なんかその人がそういう風貌である理由みたいなのをやっぱ考えてしまうんですよね。でそれが勝手にこう膨らんでいって、こうだったら面白いのになみたいな。今回の一周4っていうものを考えながら歩いている時に、なんでこんなに青と金が気になるのかなと思って、であのイブクラインってあの青のペイントするペインターさんがいはって、その人の写真集とかを見ててすごい好きだったので、まあ、イヴ・クラインの青となんか後ろに金が映ってるようなのもあるし、イヴ・クラインかなと思ったらプレミアムなビールを持ってたんですよ。でこの配色やと思って本当にまあまあ単純にこの青に合うにはこのラメっていうのもありますし、ギャルっぽい感覚できたからですかね、キラキラの。こんばんは、ミューラルの会場に到着しました。受付で可愛いガーベラの花を一輪いただきましたので、今からショー行ってきます。今回のコレクションは、まあ、夢っていうのが一つキーワードになっていて、でその夢の世界で出会った景色っていうところが、あのずっと続かない、現実には続かないけれども確かに生きていたっていう光景っていう、夢から覚める前、覚めた後っていうところから生まれる現実なのか非現実なのかわからない、めまいにも似たそんなイメージを最初はきっかけにコレクションを作っていきました。夢をキーワードにテーマにする以上、この世には存在しない花を作りたかった。でもそれが育てるとかではなく、自分たちの手から生まれて形になっていくもの、同時にあの夢のような浮遊感のあるものだったり、透明感のある、僕らが描いてた夢っていう、夢の世界っていうのはこのディップフラワーにあるんじゃないかなと思ってます。今回レースは、ミューラルが今まで作ってきた過去のレースのお花をモチーフに、それを7種類のお花を集合させた柄を、新しく描き直して作っています。で今回夢のキーワードで、まあ、滲む、霞むっていうのが、まあ、イメージにあったので、横に糸を振りながら色を渡していく
そういったなんか打ち方によってこうパッキリっていうお花っていうよりかはぼやけているようなお花の柄になってます。今回の全体のテキスタイルにも通ずるんですけど、一つにじむとかすむっていうのをキーワードにテキスタイルを作っていて、その中で何かその夢がにじんで出てきてしまったような表現ができないかなと思った時に、染めにたどり着いたんですね。ただ染めるっていうよりかはじわっとにじむというか、まるで溶け出してしまったかのような、その手法を探していった時に、今回コレクションで氷染めっていう手法があって、この氷染めっていうのは、氷を布地の上に引いて、染料を振って氷が溶けていくたびにこう浸透がしていくっていう、本当にあの職人の手によって一つずつ氷の置き方だったりとか具合が変わっていくっていう、ほぼオートクチュールみたいな手法の染め方ですね。なので一点一点あの柄の表情だったりとか色の濃い薄いだったり、そういうのがこう場所によってどんどん変化していくっていう生地になってます。ということでミューラルのコレクションでしたけど、もう今もすごい国立競技場のこう光が眩しい感じですけれど、そのすごい強い光をこうすごくこう上手に捉えたというか、本当にこうなんていうのかな、花柄をぼかしているようなシルキーな素材のドレスであるとか、ブルゾンなんかにも結構玉虫のようにこう光る光沢素材を使っていたりとか、ちょっとこうベロアっぽく見えるようなこうファブリックであるとかをうまく使って、夏の強いこう光の中でもこうなんていうのかな、輝くような洋服を作っていたなというふうに思います。あのミューラルっぽい結構こうロングアンドリーンなジャケットとかカットアウトとか、あとは生地をこうなんて寄せてひだを作るようなテクニックもたくさんありましたが、よく言えばもうちょっと綺麗な、なんだろうな、シンプルな洋服も見たかったなっていうのはちょっとだけ思いました。ということでミューラルファンのお二人にですね、ショーの感想を伺ってみたいなというふうに思います。じゃあそれぞれミューラルファン歴どのぐらいかから聞いていいですか？私は半年ぐらいです、うん、あの去年の AW から知りまして、うん、すごい追ってるっていう感じです。どんなところが魅力ですか？やっぱりそのデザイナーさんの思いとか、うん、その参考にされてることとかで、あとその刺繍がすごい好きなんですけども、今日あの彼女も召して私もちょっとあのこのなんですけど、その刺繍の糸とかにもすごいこだわってたりとか、デザインもずっと国内であの作られてとかっていう、その職人さんたちの思いとかも反映されてるので、まあそのなんか一般に買うにはまあそんなお安くはないんですけども、なんかそういうお話を聞くとすごいお安く感じてしまう。なんかもうこんなに手の込んでて、こんなに購入させていただいていいんですかってなるぐらいの、もうなんか愛を、はい、なんかすごい感じます。めっちゃ愛が伝わりました。ありがとうございます。すごい。どうですか、ミューラルファン歴どのぐらいですか？4年、4、5年ぐらいですかね。どんなところが魅力ですか？でもやっぱり服とか物とか購入するときに、私は背景、バックグラウンドとか制作の秘話とかそういうのも大事にして購入したいなと思ってるんで、それをいつもツイッターとかインスタとかで発信してくださるので、そういうのも込みで好きですね。じゃあ今日 もうデザイナーの方、歓喜はまずフィナーレでちょっとうるっとしてましたけど、あんなの見ちゃうともうたまんない。そうですね、最高です。もうなんかもうありがとうございますという気持ちとお疲れ様でしたという気持ちと、またここから AW とかも考えられてるんだろうなっていう、なんか終わらないですけど、なんかその無限に出てくるアイディアとかが毎回すごい素敵で、はい、引き続き楽しみにしています。今日のショーで24の SS だったんですけども、その時にそのパールのあのがすごいあの AW って特徴的だったじゃないですか。それのまた夏バージョンみたいな形で、あのキラキラした、あのあれがどういう形状であの販売されるんだろうなっていうのはすごい個人的には楽しみで、あのすごいなんか目を引く、あの綺麗でしたね。どんなところが好きでしたっけ？なんか胸がいっぱいで全然言葉出てこないんですけど、全部がなんかもう繊細で、なんか華やかで、なんか
最高でした、ね、なんか本当にこう素材のこう光沢であったりとか、うん、結構こう玉虫みたいな素材使いとか本当にこうあ夏のなんか太陽いっぱいな時に来たら、うん、すごいなんか輝けそうな洋服だなっていう印象がありましたね。楽しみです、はいはい、ちなみに今日お二人はここでお友達になった。じゃあぜひ今後もミューラル愛を、はい、お互い深めてください。はい、いろいろ話聞けてありがとう、楽しかったです。ありがとうございました。ベーシングエイプの30周年記念コレクション終了いたしました。多分ショーは2部構成で最初はもう30年続いたアベーシングエイプで後半の方が、新しく立ち上がっている A エイプの、コレクションだったと思うんですがベーシングエイプのコレクションの方は本当に30年間変わらず提案し続けているスタイルっていうのがこうずっと変わらずにやっぱり今もかっこいいし新しいなっていうふうに本当に素直に思えるあのコレクションでした。もうあんまり何も変わってない本当にベイプスターとかベイプカモとか、キングシャークのフーディーとか本当にもう僕が30年前にそれこそあの必死になって買っていたあの買おうと憧れていたようなアイテムがもしかしたらサイズ感はちょっと変わったかもしれないけども変わらず出てきてでもそれが今もすごく新鮮に見えてよかったなって思うし新しい A エイプの方はメンズはちょっとオーバーサイズに誇張したバスケットボールの、スタイルでウィメンズは本当に今やってる映画バービーみたいな Y2K のスタイルでしたけどそれもかっこよくって本当にこう変わらない部分とこう変わり続ける部分みたいな両方が、見れるすごく素敵なファッションショーだったなって思います。お土産ももらっちゃいました。30周年ミズよっ。こんな感じ。もうみんなめっちゃ可愛くて楽しかったです。はい、ありがとうございます。なんかベイプエンジェルが出てきたんですけどあれ可愛い、ね、可愛かった、ね、超可愛かった、ね、ありがとうございます。最後のあのマイロ君が登場した時も、うん、キュン、確かにキュンでした。はい、ということでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんにちは。ショーの感想一言お願いします。すごいすごかったです、ね、こんなでかいかと思ってなかったね、うん、また30年ですってベイプ。いや知ってるよ、もう最初から知ってるから。最初から知ってる。で俺らは最初から知ってる世代ですよ、ね、知ってるよ。世代じゃなくても最初から知ってんの、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ良かったです。いろんなこうあのいろんなベイプを知らなかった服も見れたので欲しいです。2歳の時から、うん、2歳からマジだ。じゃあ今9年。あ、9年2歳からじゃあ11歳の今まで9年ずっと、まあ、どんなところが好きなのベイプ。かっこいい。かっこいい。じゃあ今日のもめっちゃかっこよかったし欲しいのいっぱいですねきっと。ありがとうございました。セブンバイセブンの紹介所の方に来ました。こんな感じのランウェイになっていて周りにはですねやっぱりメンズのブランドなので男性誌の編集長の方とかがいっぱいいらっしゃったりしているので後でちょっとお話聞いてみたいと思います。はい、ということでですね、セブンバイセブンがですね、はい、はい、属しております会社の社長下地さんにですね、お越しいただきました。下地さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。セブンバイセブンってどういうブランドなのか、下地さん、教えてください。まずはスタートはですね、うん、古着をリメイクするところが始めた。うん、まあ、川上くんが古着がすごい好きで、はい、サンフランシスコから、始まったブランドであります。ですので、今日は
カリフォルニアな感じでいけるんじゃないかと勝手に思っておりますが、どうなるんでしょう。楽しみにしてください。はい、でもどうして今回こうほらあの楽天ファッションウィーク東京初参加をされたのかっていうのと、はい、下地さんはそれに対してこうどういう気持ちでこう応援された感じなんですか。ちなみに TSI ホールディングス、はい、TSI っていうグループなんですけど、うん、もう全然こういった場にですね参加してなかったんで、うん、もうぜひトップバッターは川上くん、そしてそれから次々といけるようにどんどんやっていきたいと思います。みんなに、ね、発信して楽しい素敵なファッションをお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、一緒に楽しみたいと思います。ありがとうございます。ちょうどまあ10年目ぐらいになるんですね。そのタイミングもありつつと、皆さんこう、うちに対して固まってる部分もあるんで、それをまあもうちょっとこう、知ってもらえるっていうことは、特に人を通して、ね、見るってまた違うと思うんで、はい、それを機会いただけるんだったら、ちょっと頑張ってみようかなと思いまして、自分なりにできるような表現でやろうかなと思ったんで、ドストレートな部分があるんですけど、はい、そこを見てもらえたら。N ハリの尾花さんがいらっしゃったのでショーの感想を伺いたいと思います。尾花さんどうでしたか。セブンバイセブン本当古着のリメイクからね、うん、やってる時からずっと付き合いがあったから、はいはい、こんだけよく地味にしっかり押さいやこれね大変なの、うん、ファーストショーってみんなやっぱこうすごいこう盛り上がっちゃうから、はいはい、過剰にスタイリングとかもそうだし、うん、服も作っちゃうけど、うんまあ、それもしないでやっぱ等身大でやりきったから、うんむしろなんか本当にこう優しさみたいなのを感じるよう な、うん、なんかすごいもうだってずっとサンフランいたからね、うん、もうリアルな自分を全部出し切ってるからすごいと思う。小原さん後輩ですよね。そうだねまあ後輩なんだろうね、はい、そう後輩だけどねどんな人ですか川上さん。もう本当に物とずっと対峙してるタイプだから、うんうん、なんかねいいもんできるとすぐ小原さんこれどうすか良くないですか本当に自分でいいと思って作ってるって一番大事だから。なるほどそれはすごいよね、うん、いや本当にいいと思う、ね、次からも楽しみですね。めったに褒めないけど、うん、今日はマジで褒める、うん、お褒めの言葉いただきましたありがとうございました、はい。